ダークファルスの封印が2つ解かれ、完全復活が間近だってのか。はい、シーシアスに祭神の復活が近づいたら約束を果たすように頼まれていました。それがシーシアスの息子、このユリシスに審判を受けさせるというものでした。確かにシーシアスからは亡くなる前にそのことは頼まれていた。お前がユリシスか。はい、よろしくお願いします。確かにシーシアスに似た無垢な瞳をしてるな。だがな、見方を変えればまだまだ世間知らずのガキだ。ガキ？ガキってうちの隊長にちょっと失礼だと思います。うん、可愛い嬢ちゃんを連れてるじゃねえか。隅に置けねえな。お前の彼女か？え、違います。こら見ろ、このウブな反応。ガキと言って差し支えねえだろ。言っときますけど、白妖騎士団にはもっと可愛い人がいっぱいいますから。クレメンスさんこそこんな山奥で暮らしてて、ユリーさんより世間知らずだと思います。ほう、白妖騎士団とやらはそんなに可愛い子ちゃん揃いなのか。やっぱ外界の方が美人は多いわな。俺も山の上にこもってる場合じゃねえのか。おじいちゃん、本心が口をついて出てるよ。なんだ、俺が世間知らずと言ったのはそういう意味じゃなくてだな。言ってみれば本質、それを分かっているかどうかってことよ。本質？そうだな。ではジョーちゃん、そこの建物の上でパタパタ動いているものが何か分かるか？え？あれは旗？旗ですよね。あそこで動いているものは旗。それが答えか。はい、旗がパタパタとはためいています。ではユリシス、お前に聞こう。あそこで動いているものは何か、お前は何と答える？風が動いています。それで旗がはためいているのだと思います。その通り、旗は自らは動けねえ。風、つまり空気が動くから旗も動く。では空気はなぜ動くのか、それはわかるか？え、それはまあそれは答えられなくてもいい。今回はそれを問うたわけじゃねえからな。旗がはためいているように見えるが、それを真に動かしているのは目に見えぬ風。人は目に見えるものに一喜一憂すれど、その裏には目に見えぬ本質が隠れている。それが理解できねえと真の強さは得られん。強さもまた目には見えねえからな。いいだろう、ユリシス。お前はまだ世間知らずのガキだが、見込みのあるガキだ。シーシアスから託された審判に望むことを許そう。はい、ありがとうございます。